もうほんだ僕と428もいるわ。だお前さ、お前さ、うるせえんだって配信の音が入ってるから裏で。それだけやめて、もう被せてくんのはいいから。わかった？だから入ってるからまだ、うん、まだ入ってる、入ってるよ。返事は、はいかワンだけ。ポーンはイケメンと言うで、ハンサムボーイ。え、フローラ・マルンル、俺かっこいい？イケメンの部類ではあると思うよ。待って、待って、やばい、待って、ガチで痛い。あ、待って、本当に待って、やばい、いった、待って、ここ最近で一番痛い、やばい、ガチで痛い。待って、怪我した、これ。朝できるぞ、これ、絶対朝できる。待って、本当に痛い、あ、痛い、久々に打った。よし、4番車、4番突っ込め、突っ込め、突っ込め、ガレージ、うん、どんだけ脱がれてんねん、お前ら。道路向こうがだるいんだよな。ちょ、車取りたい、でも絶対取れないんだよね。いや、ドンニー橋が来てるね、ドンニー橋が来た来た。ちょ、俺回収して、ガレージ突っ込もう。ガレージの屋上に行った。おい、どこ行ってんの、どこ行ってんの、どこ行ってんの、お前どこ行ってんねん、お前何やってんだよ。ちょ、まんがまんが、お前マジで、お前どこ行ってんだよ、ガチで。ガレージ突っ込めよ。やってんねん、マジで怖いって、お前どう、お前こいつ、お前マジで頭おかしいんか。マジで殺されたんだけど、どこに運転してんねん、ガレージいるって話してんのに。ふざけんなよ、マジで。もう俺やっぱだから野良に運転させちゃダメなんだよ。セントラル行くか。いや、これやばかったんだよ。さっきね、このセントラルの時にもうゼロ人になる勢いで降りてたんだよね、ヘリが。ほら、やばいやばいやばい、ほら、やばくない、降り方やばい。もうなったあと10人だよ。で、これ、だから50人ぐらいここにいんだよ、これ。やばくない、どうなってんの、これ。マジでやばい量いるんだけど。怖すぎ。ピーク戦、どうなっちゃったの、これ。セントラル縛りでもしてらっしゃるの。え、武器強。過去一の神引きじゃないこれ。フローラ丸んでやん。なんでかぶんねん、こっから。だから。すごいな、お前。まだいる。え、なんかどういうこと？どういうこと？何？マジで？マジで何？マジで何？いや、マジ、いや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 って、か、殺されに来てんのになんで、マジで何？本当に本当に何今の悲鳴？ドローン使うぜ、これ。ドローンだよ、これ。なにこれ、はなにこれ、え、はまってんだけど、 おい、なにこれ、動けない、こっから。はまってる、はまってる、どういうこと、オレンジから出れないんだけど。ちょっと、やばいやばいやばい、待って、俺やばい、なんでなんで生きてんの、これ。あー、またかぶった、よろしく。うまい、またいるやん。しっかり服借りてきたから、これ。
シミス2000のやつに借りてきて、シミス2万のやつに借りてきてから、オークスと同じ服。おはげ。誰がハゲや！おい、誰がハゲや？おい。ハゲシャシャンだよ。見えだよシャシャン流す。これバザハゲに来れ。バザハゲに来。バザハゲに来なんこれ。は？なんでそんなの？ちょ待って待って待って、ごめんごめん。ちょお前。ナイス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 ナイはい、来い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 。うるせえって、お前は。邪魔邪魔。起こせるこれ。ナイスナイスナイス。起こせるこれ。左いるよ、こっち。大丈夫これ。てか、ワザハゲに来て、これ、ゴースティングのくせに殺すんだよ、結局。お前も、お前もそっち、お前殺してこないっけ。え？いや、何回も殺してるやん、もう。もう殺して、お前も殺してるやんけ。おい、ハゲ。ハゲチームやんけ。ボンちゃん、ボンちゃん、ボンちゃん。もうやばい。ボンちゃん。終わってる本物だに。よかったねハゲニキ。よかったねハゲニキ。よかったよかった。よかったね。いや待て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 。何や何。全力で全力で全力でカバーするから俺も。俺は一人。俺は三人全力で。この距離だ掘り島やあれ。掘り島や掘り島。アニマガラもいる。いや映るな。ちょっと待って、ヒカキンもいるやん。何をやってんのあいつらは。あんなとこで何してんのマジで。後ろ見せたら衝撃映像が映り込んだんだけど、やばいマジで。ちょっとくっつくなって俺に。もうやばい、全員くっついてる。もう気もすぎ、全員くっついてる。もう俺譲れないんだよ。なんで一番までくっついてんだ。もう本当にボイスつけてよ、本当にお願い。早くつけてよ、ボイス。つけないわ。ボイスつけてよ。もう気も早くボイスつけて。本当にもう助けてください。つけたらガッパで、はい、しあ、お願いします。あれのは俺じゃないと、ハゲイキだったからの。お前赤スパ投げろよ、お前赤スパ投げろよ、お前投げろ、お前投げろ、お前投げろ、お前いった、お前投げろよ、お前やばいよ、お前投げなかったらマジで絶対投げねえだろ。殺すぞお前。よし、え、行くフルパやん。フルパやん。みんな、みんな同じ服だよ。みんな同じ服だよ。みんな同じ服だよ、俺と。キモすぎるわ。みんなそれだよ。礼拝見に行くよ、礼拝見。すごいなぁ。あ、やっぱ、やっぱオクトだわ。やばいやばい、マジで。すごい人、これ全部 G。どんだけいんの、マジで。10人ぐらいいるだろ。チームだよ、4人。もう一度だと絶対かぶんない服着てこう。荒野杯1、荒野杯、荒野杯チャンピオンスプリング。え、なにこれ。え、これ俺しか、え、これ、え、これレアじゃね。こんなのあんの。荒野杯チャンプ優勝だよ。え、これ持ってる人絶対少ないよね。優勝ってすごくない。何の大会これ。分かんないわ。もうありまかなか。足音入ってない？これ大丈夫？何これ、何の歌？何の歌？すごいすごいすごい、ちょまだ聞こえるって。何の歌なんこれ。うるせえな配信の音。カス、おい5番死ね。
配信を任せてもらえオーバーしれない。無理しきんでこれ。これきんない。よーボン。よ誰やねんお前。誰やねんよーって。よくしたれん。え？何？何言ってんねんお前。いやお前がよって言ってきたんだろ。お前が何言ってんだよ。お前がよって言ってんだよ。怖いわ。うるせえぞお前。おめえでうるせえのはカス。死ねえクソガキ。おまんがうるせえな。ナイス。おまんうるせえんだよ。何歳二番？何歳二番？おばさんごめんって。ないよ。何歳二番？まあ、クソガキだろ絶対。うん。ナイス。何歳何歳でもって何？何歳って聞いてんだから。何歳な？51歳。ガチ？ガチ。まあそんなかなんか本当にヨッピーみたいな声してんもん。クソガキの声だもん。ヨッピー知らないの？あの芝刈り機ヨッピーを。ガチ？ヨッピー知らないやついるんだ。芝刈り機わかるのにヨッピー知らないの珍しくない？芝刈り機わかるけど。うん。ヨッピーを知らない。誰やねんこいつ。モブニーと。芝刈り機で一番好きなの誰なん？いや俺さ、うん。じゃあお前本当に日本あの会話が成り立ってねえから。おめえはどう何やってんだ5番はてめえかす。え俺1番だよ。なんかやばいやばい声反響してる。ほんとにうるさい。ほんとにうるさい。誰これ5番誰これ5番なんかこれすごいすごいすごい。え、ね、何2番え、誰しちょ、うるせえな。うるせえな。2番2番おめえか反響してんの。おめえかよ。おめえだったわ。え、2番、え、ね、一番中で一番好きなの誰な？なんか？芝わかるんでしょ？芝わかるんでしょ？芝で一番好きなのは誰な？無理やもうセンスねえなお前。無理やもうセンスねえな。こっちも俺やろ今。うん？こっちも俺やろ今。うん？何？こっちも俺やろ。こっち。ああ芝に？ああ芝に？うん。え、こっち好きなの？え、こっち好きなの？もうセンスねえなお前あんな陰キャの。まどこがいいんだあんな芋やろのてめえ。おさん言い過ぎでしょ。言い過ぎだね。まあ、俺身内ネタだから。はい、頑張れ。はい、殺せ。どんだけおんねん、ここよし、潰し行け。よし、潰し行け。ちょ、お前ら弱すぎんか弱くて、お前、敵がどころかわからん。お前ボーン何お前持ってんねんお前持ってねえよ立ち回りってんだカズ ありがとうお前でありがとうなんか車割られてない車割られてないもううるさいな反響してうんこいやおめえは死ねんだよ。おめえは死ねえ。俺が喋ったらすんだよ反響。なんかうんこっつもなんもなんないの。どこだこっちから出てきたやつ。どこだこっちから出てきた。すごいすごいすごい。すごいすごいすごい。あいないんでいいの。いないの。いないこと。おさん車持ってった方がいい。適当に回して。適当に回して。じゃあ2番イヤホンつけて。2番イヤホンつけて。いないし。お前じゃ。
うーん、バカうるさいからつけた方がいいって言ってるやんだから、つけた方がいいで、つけろって言ってんだからつけた方がいいだろ、どう考えても。なんでわかんねえんだよ、お前そんなことも。バカなのかてめえはよ。おめえ黙れよ、マジで。何やこのクソガキ。確かに島のこと親切チームって思ってる説はあるか。いやでもそんな無限知ってたらそんなことないんじゃん。昔からあるのは分かりそう。11歳ってすごいよね。だって高野6年目でしょ。5歳やん。5歳って幼稚園だよ。幼稚園から高野してることあるよ。最近高野始めてキッズはいるのかもしんないね、そう考えたら。いや5歳で公演始めてたら確かにやばいよね。いや相当よ、逸材だよ。5歳公演デビューしてたらもう逸材、将来とんでもないエースになるよ。いやあと公演が十何年とかあるならね、仮にだけど、あの公演カップルの人はさ、子供できたらあの公演早めのうちにやらせておけば、もしかしたら最強の公演プロが誕生する可能性があるから、ありかもね。いや、やってみてもいいと思うよ、全然。荒野カップルの方をぜひ。てかさ、気になるんだけどさ、そう、荒野から、荒野カップルちょくちょく見るけど、あれどうやってできんの？荒野カップルって。マジで気になるんだけど、本当に、荒野カップルの作り方。純粋な疑問ね。いや、決してやましい気持ちはないんだよ。どれ？普通に気になる。どっからなんだろうっていう。まあ、ぜひ教えていただきたい。荒野行動、荒野本とかあんのかな？ツタヤとか行ったらある。いや、あれあるよな、多分。調べてみようかな。多分あるでしょ。荒野行動、荒野本。ある。究極ゲーム攻略。え、めっちゃあるんだけど。2個ある。3冊。え、結構あるぞ。え、めっちゃある、めっちゃある。何これ。え、買ってみようかな。荒野行動必勝の法則とかあるよ。これ見たら俺も勝てるかな。